多角形の外角の和はいつでも360度になるこの決まりを勉強しましたどういうことかって言うと例えば三角形であれば三角形の外角っていうのはこの辺をそれぞれ伸ばしてできるここの部分やねここの部分は足せば常に360度になりますよとさらに四角形になってもこれが四角形になっても五角形になっても

でどんな多角形になっても、どれだけ角が増えてもってことなんで、ここはまた N 角形っていうのを考えてやっていきましょう。まあ、でも分かりやすいように、一つぐらい例があった方がいいよね。五角形とか。五角形をちょっと例にして考えていきます。ただ、実際証明していくのは N 角形。文字を使って証明していくで。そしたらその文字に数字を当てはめたら、どんな多角形でも対応できるっていうことやから。じゃあやっていきましょう。どうやって考えていくかっていうと、 内角の和のの考え方を使います。内角の和っていうのはこの赤チョボ5つ分全部足したやつだよねこれはどうやって求められるかっていうと N 角形のこれも,もうすでにやりました N 角形の内角の和はどうなるかっていうと1 8 0 °る n − 2で求められるんやね。 Okay. まず1つ目のポイントはこれです。でもう1つ何に注目するかっていうと外角っていうのはここにできた角やね。でこの1つ分だけに注目すると1つ分の外角と内角っていうのは足せば常に直線になるから1 8 0度になるやね。ここも1 8 0度になるやね。ここも1 8 0なや、ねね。全部常に1つ分であれば内角と外角っていうのは1 8 0度足せば1 8 0度になりますよと。 またこれを書いてあげると1つの内角と外角の和は180度でありで今これ180度が五角形やったら頂点の数の分だけ5つできてるやんね N 角形やったら N 角形には 頂点が N 個あるよねもちろん。頂点が n 個あるのでどうなるかっていうとすべての内角と外角の和はどうやって表せるかっていうと一個が百八0だよねな。 それが N 個集まっているから 180×N で表すことができるよね。ここまで大丈夫例えば五角形であればこれが180度でこれが180度が180度180度180度,180度,180度これが5つあるからこ,この内角と外角5つ分全部足したら180度 ×5 で900度分ありますよねってこと。N 角形やったら180度 ×N やな、ね。 で、今、何が分かったかっていうと、N 角形の内角の和は 180×N-2 なやろすべての内角と外角の和、どっちも合わせたら 180×N やねんな。ってことは、よって、N 角形の外角の和はどうなるかっていうと、外角の和は、内角と外角全部合わせたの、 180×n これから内角だけの和を引いたら外角だけの和になるやねなので 180×n2 これで出せるはずやんかこれを計算していくとこっち 180n でここも展開していきますマイナスついているから注意してねマイナス 180n でマイナスマイナスやから 180×2 の部分はプラスの360になりますよと そうするとこの 180n の部分が引き算をしてなくなって3 6 0度になりましたよと。これで n 角形の外角の和っていうのが3 6 0度っていうのが証明されたよね。内角と外角全部足したのが1 8 0け× n で表すことができて内角だけの和っていうのが1 8 0け× n く2やからそれを引いたのが外角の和になるやな、ね。で計算していくと。 必ず360度になりますよと。つまり全て何角形になっても外角の和っていうのは 360° 度になりますということが証明されました。